ということでやってきましたね。また豊橋駅まで。今度は一番線ね。で、そしたらね、こっからね、豊橋へ行きましたからね。一宮まで向かってくるわけですけど、まあ、さっきも言いました通り、今日はあの、往復切符を使ってる兼ね合いで、このまま直接一宮に行けないんですよ。で、それでなくても、あの、名古屋一宮間っていうのは、ちょっとあの、特別なね、割引料金が適用される兼ね合いで、どちらにしても名古屋駅で1回降りた方が安くなるんです。これもね、まあ、ギミックですけどね。まあ、ね、降りる駅もね、名古屋ですからね、降りてね、じゃあ1回降りてね、何か店があるかって言ったら、それいくらだってなるんですか、だって名古屋駅なんですから。ということで、あれですね、問題なくできますよってことなんですけど、面白いのが、これ今、壱岐島は通過してきましたけど、そうなんですね、1時間に、日本に1本は、あの、途中の下地とかね、あの辺りの駅は通過しますよっていうことなんで、ここですね、船町と下地は、実は、普通列車も一部停車っていうね、なかなかにね、マニアックなことになっていたりして、それもまた面白いんですよね。さあ、向こう元、岐阜行きの東海道線なんかも来てますけど、でね、まあ、ふと思ったわけですよ。まあね、せっかく来ましたけど、せっかくだからちょっとここでチャージをしておきましょうか。これはどっち？これはあれか、名鉄のやつなんですね。さあ、チャージしましたけど、面白いですね。こういうレシートなんですね。ね、ちゃんと名古屋鉄道です。そう。あ、こういうような構想になっとって、ね、なってますけど、もはや、ね、橋は完全に清須で抑えられてますし、もうこっちは、ね、岐阜線収まってきてますし、ね、なんなら30分に1本しか来やん。ね、飯田線が、2番線使って、ね、10分に1本来る名鉄が1線だけっていうね、それもそれで、まあ、本当面白い構造ですけどね。で、やっぱしね、そう、こっちの方に来ると三河といえば、やはり、今回も運営さん強いですからね、運転の差、同じ YouTube をやってる人とは思えない。ね。片や400万ですもんね。こっち400人すらいませんからね。そう、こんな感じですね。で、こんな感じだから、案内も全部完全に JR 仕様ってのも面白いですよね。面白いね。で、さあ、そう、帰りはね、まあ、普通にこの岐阜行き乗ってても大丈夫なんですけど、まあ、名古屋でどうせ降りないといけないじゃないですか。で、まあ、私としては今、ご飯も買っちゃったんでね、食べたいじゃないですか。でもね、あんまり一般列車でね、あんまり広げるのもね、良くないじゃないですか。ってことでね、ここはやはり、ね、あの、エレガントに、食べるためにね、特急使おうと思いますよ。なんや、東海道線では特急走ってないじゃないかってね、言われそうですけど、そうです。使いますよ。こだまですよ。そうです。こっからね、新幹線で行こうと思います。実はこの新城切符、あの、豊橋の方の切符が有名ですけど、あれなんですね。あの、使えるんです、あいつが。豊橋の方面に抜けてく、あのやつ、カルテット切符とかでも使える、あの、400円出すと新幹線に乗れるという、わけのわからないシート、新幹線チケットが、実はあの新城の往復チケットにも適用ができますよっていうことなんで、今日はね、それ使っててみようかなと思います。まあ、せっかくやからこのまま、あ、いや、ベルマートやはり聞きたいな。さあ、ということでね、ちょっとベルマートで鍵出してもらって、でね、そう、つぶやさんがね、あの、ありましたんで、そう、お稲荷さん美味しいですからね、これは豊川の、豊川稲荷のね、お稲荷さんってことで、確か豊川稲荷の真ん前に、あの、参道のところにある、あ、ところですよね。そこはね、豊橋にも、今、出しておったんで、あ、せっかくなんで買ってこうということですね。でね、今日はここから新幹線乗り場でね、行けるってことで、ね、これで行きましょう。本当に400円乗れる。だって、普通にしたら1300、普通にしたら確かに2300円くらいするんですよね。
豊橋から名古屋まで新幹線で行こうと、それが840円ぐらいになったところからプラス40円ですから1200円ちょっとで、ですから普通に運賃払っていくのとあんま変わらんぐらいの値段で、なんと新幹線で名古屋に行ける裏技ってことですからね。本当かな、本当に行けるのかな。いらっしゃいませ、お求めの切符の種類をお選びください。その取り忘れにご注意ください。領収書をご希望のお客様は領収書ボタンを押してください。発見しています。まもなく13番線に17時8分発こだま735号新大阪行きが到着いたします。本当に買えますよ、400円。今もう電車するらしいけど、ちょっと1本遅らそうかな。ということで、うん、このカルテット切符とこれを、この、これね、このやつとこれを一緒に通したらいいのかな。で、2枚同時に入れると、おお、取れた取れた。おお。ということで、入港ネットも無事入りまして、これで、ですから本当に行きちゃいましたね。1680円、840円プラス400円で、新城から行けるぞと。すごいです。へー。あ、待合室もある。あ、こっちはこっちで壺屋さん入ってたんだ。こんな感じで、へー。あ、涼しい。あ、涼しい。で、列車がさあ出てから、おお、ちょうど来た。いい感じで来ましたね。先頭側が自由席ですね。1から6ですから、前の方行こう。全然空いてますね。これならいいでしょう。こだまなんで自由席がいっぱい取ってくれてありますからね。もたれいつくせいですね。通過待ちかな。でも面白いですね、新幹線の駅が地上にあるのやっぱ面白いですよね。そこぐらいなもんですからね。どうからどうかな。よし、このまま735号新大阪駅、まもなく発車いたします。